今回紹介するスレはこちら。禁書用魔術師という現代科学の恩恵で昔と比べて底が上がったかと思いきや、基本極めたら別に霊装なんていらないという世界、スレ側一般人が頑張る中でおそらく頂点クラスか。一般人は新たなルーンの開発とかできるん？一般人でも頑張ればいけるかもしれん。一部の天才しか画期的な発明ができないわけじゃないし、でもまあここが限度だろうな。14歳で強行クラスの魔術使えるようになって新たなルーン開発してるんだから努力だけで到達できる存在とは言えんだろ。しているわ。キングスフォードなんて星々を見るだけでインターネット以上の情報量にアクセスできるとか言われてるしな。学園都市の能力者以上にピンキリの差が激しいんだわ。書籍化されてないけど特典のアニェーゼ舞台の SS で、しょうもない魔術師はとことんしょうもないのがわかるからね。アニェーゼたちは戦力でも下の方なのにモブ魔術師の中では上積みというのがわかる。現代科学による魔術の強化は科学サイドとの条約の恣意的な運用されていきなり、お前の魔術は今から使うの禁止なとか言われる危険性もある。量産魔術師の頂点は超絶者だよね。自分の目標たる魔法名すら捨ててどっかの誰かに理想を託すという本末転倒なことやる時点でやばいけど。お手本さえあれば橋掛け結社みたいな信仰無名団体が高位クラスに躍り出ちゃうあたりせちがらい。本来なら猪剣は前準備に数年かかるとかいうレベルだし、昔は天変と底変が本編の比じゃないレベルに離れてただろうな。完全なる努力の頂点の魔術師ってクリスチャン・ローゼンクロイツか？キングスフォード級まで極めれば才能はいらなくなるらしいけど、いやー無理だよねー。得意技が杖の攻撃のテレポートなだけで、ロータスワンドは火、水、風、土、エーテルのすべての元素を扱える万能武器なのだ。SS ではちゃんと風魔術も行使してた。でも3人がかりでも正面からでは騎士や必要悪のエリートには勝てないらしい3人娘。魔術サイド強すぎって意見をよく見るけど、アベレージ考えるとボタン一つでいくらでも破壊を生み出せる科学サイドが本当にイカれてる。天草 SS で霊装や神殿などの魔術基盤が根こそぎ破壊されたら大混乱になるって描写があったけど、それって極論魔術師の平均レベルが高ければ起こらないよな。実際には現代人に原始人並みの生活しろっていうくらいの無茶ぶりだろうけど、あの時も破壊された霊装のデータさえあれば復旧できるし、シンシアもそれ利用して霊装再現できてたからな。究極的には知識さえあればものなんてそこらの棒でいい。人間が使う魔術の最高峰が人体と宇宙の称号で仕草一つで様々なことができるってやつだからな。頭の中でビッグバンの理屈が分かれば人の手でビッグバンを起こせるのと同じって言われるぐらいにはやばい。知識さえあれば素人に強力な魔術を使わせるのも普通にできるから知識次第なところはある。知識を得る方法？上位存在と交信するか、オリジンを読みましょう。ローゼンクロイツ憎しの謎努力だけでキングスフォードですら最後まで見破れなかったほどにローゼンクロイツに近づいた男もいるし、世界の完全な縮小模型なんていう神技レベルの霊装まで持ってるし、旧約2巻のボスがこれの非効率版だったんだよな。アルスマグナの上位5巻って上条さんの世界に対する従属化の方じゃないの？今のところ技量で言えば作中1っぽいからな。永久遺体とはいえキングスフォードですら猫のダイナにも勝てなかったし、前回のクリスチャン・ローゼンクロイツがナメクしなければ隔離用の理論値魔人以外には全勝できる。アレイスターにしてもキングスフォードにしても近代魔術の大物だから、新しい魔術師が進歩しているっていうのも間違いではないんだよな。魔術なんて神の子時代より前から存在してただろうし。見返すと創約8巻のキングスフォードさんがかなり意味不明なことをしてた。かっこ一応は人の身なのに栄はすげきついして、個人の魔力で周囲の空気の魔力濃度を底上げして、首を振るだけで超絶者の一撃をそらす。マジでなんなのこの達人。遺体の特性上機械とかに特攻な超絶者がいたらヤバいとか言ってはいたけど、そんな奴いたところで勝てる？感がすごい。魔人が何でもできる代わりに不便だと考えると、キングスフォードレベルがちょうどいいって感じがするよな。それでいて周囲に奉仕するために魔術を使いこなすんだから、周囲の人間にとっても幸いだった。仮にとんでもないエゴイストだったら人類の脅威になりかねない。
ちょうど良いって言っても、キングスフォードしかあのレベルの魔術師が出てこないので、そもそもアレイスター自身、自分が魔人にならないように調整しているって言ってるからな。キングスフォードも魔人化を拒否した魔術師だと思う。そういう意味では魔人になれるクラス。ダイヤノイドの地震対策用に使われてる重力制御装置ですら、その気になれば地球と月を手のひらサイズにまで圧縮できるって言われてるしな。クリスチャン・ローゼンクロイツは新装術補正があるし、わざとは衣装液体を破壊してたし、正体がバレたらアリスには力では及ばないよヨハン君は。あの時は老骨が死ぬほど弱り果ててたところを不意打ちされただけだぞ。そもそもヨハンは新装術抜きにしても技量が高い。ローゼンクロイツ由来の術式以外にもサンジェルマン系統の術式を意味わからんレベルまで極めてる。そもそもドラゴン神城込みでも本来負けイベだったらしいから老骨は最上位。ステイル3通常位のケンテウスですら抜ける相手限られてくる化け物だから。そもそもこの年でルーン開発なんてしてる超天才だから。キングスフォードがクリスチャン・ローゼンクロイツよりアリスの方が強いって断言してる。そもそもアリスは発展途上だから末恐ろしい。はしかけ結社の情報遮断体制鋭断すぎる。いや、万全状態のクリスチャン・ローゼンクロイツ相手にアリスでも勝てるかどうかは怪しいともあるぞ。次は勝てない可能性が高すぎるから二度と戦ってはいけない相手みたいな風に書かれているのがクリスチャン・ローゼンクロイツ。インデックスとトリスよりはどう見てもキングスフォードが上なんだ。さらにトリスは明らかに目が曇ってる扱いで、最終的にアリスを救うためにクリスチャン・ローゼンクロイツなんざいらないと吹っ切れてる。そもそもその万全状態のクリスチャン・ローゼンクロイツなんざ存在しないってオチだろ。召喚できた架空の人物を模倣した偽物。インデックス、トリス、キングスフォードの3人ともその事実は前巻ラストで知っとるよ。その上で最新巻で改めてクリスチャン・ローゼンクロイツの力を評価してる。それクリスチャン・ローゼンクロイツがアリスより弱いと認めたんじゃなくてトリス・メギストスが求めてた他人を無償で救済する存在じゃないのを認めたって話だぞ。いやトリスは自暴自棄になってるだけだろ。本物はいないのにどう再召喚するんだ？キングスフォードはアリスがヤバいとしか言ってないし。この話題の万全の状態のクリスチャン・ローゼンクロイツって伝説の本物って意味じゃなくね？偽物のクリスチャン・ローゼンクロイツが霊装ポイ捨てもナメプもしてない状態のことでは？実際のところ、クリスチャン・ローゼンクロイツが、世界の完全な縮小模型で相手の種見破った後に、不正の十字に母性の花弁を発動したらほとんど型はつくっぽいし、まあ本人が便利すぎてつまらんからやりたがらないんだけど、そのコンボでしまいなんだよな。ナメプせずにアリスの復活も含めて縮小模型捨てずにちゃんと使ってたら負けるはずなかったよね。ってのがキングスフォード評。ぶっちゃけアリスは力が強いだけで戦闘経験がないからな。ドラゴン仲間ともに戦えなかったクリスチャン・ローゼンクロイツに対して、アリス戦はドラゴンなくても戦えてるし、プネウマなき外角見たらわかる通り、魔術師としてのレベルが違うのは明らかよ。まあ最強は魔人のまま変わらんのですが、あいつらこそ舐めくさえしなかったら絶対負けないし、言うて黄金クラスが相手だと力で一方的にどうにかなるものじゃないって魔人本人が言ってるし、実際に万全状態でもアレイスターたちにやられてる。H も含めて本来は魔人が頂点だよ。死にたがりで舐めくで遊んでくれるから勝機があるわけで。残念ながら隔離用にデータを取りに来たアレイスターには舐めくしただろうけど、無限等分で現世に来た魔人のうち、ゾンビはキハライヌプラスアレイスターに普通に負けたよ。理論値はそもそも世界を壊すから出せない。戦うには現世に出てくるしかない。そんな木登りしか脳のないポンコツが魔人。技量自体もネフチュスとニャンニャンが直々に黄金が連携組めば出し抜かれるって言ってる。強いことには変わりないけどキングスフォードやクリスチャン・ローゼンクロイツ、アリスが出てきた今になると弱体化食らってる魔人が最強を張れるかは微妙なところ。黄金もあくまで変態だからごくわずかな可能性に過ぎんって話、実際コロンゾンがアバターアリでもナメプのニャンニャンにボコられてたわけだから、アリスも結局オティヌスと同格扱い程度だし。
H に関しては魔人本人が黄金と五分と言ってたはずだから、黄金より上の技量持ちが出てきた現状だと H でトップ名乗るには微妙、オティヌスと同格程度っていうがシングレムリンも知識差で上回ってるみたいだが存在としてはほぼ同格では、そんでまだ出てきてないけど新約18巻では理論値エイワスが魔人を上回る扱い、アレイスターは魔人相手に不利なのはブラスティングロッド一本のみで挑んだ場合の話でアンチアートアタッチメントとエイワスのサポートがあれば別らしい。実際に脳幹先生がぶっ殺してるわけで、アリスの最終形態持ちの分で神やあるいはそう名乗るほどに極めた魔術師をも踏み潰せるって扱い、これらを合わせると今のところ超絶者のパワーソースでもあるシークレットチーフの完全体が最強っぽい扱いを受けてるように見える。超絶者にパワーソースなんてないぞ。量産型はアリスがソースだし、関わってるのはアンナとエイワスくらい。黄金と魔人の関係は H そのものなら魔人がはるかに上だけど、黄金は変に尖ってる部分があるから場合によって正気があるだけ。だからこそそういう尖った点がないダイアンでは万に一つも勝ち目ないわけだし。だからこそダイアンは魔人の異界を8イコール3シークレットチーフよりずっと上だと解釈してるわけ。元ネタの競技でもそこはアビスを超えた先だからアレイスターやメイザースがたどり着けなかった領域だぞ。超絶者になる条件にシークレットチーフと接触してる必要があって、術式がシークレットチーフ由来って創薬8で言われてるぞ。それにアレイスターは魔人になれるけどならないように調整してるって新約10で言ってる。レギュラー超絶者は全員アリスをオープンソースにした劣化版なのと合わせて考えると、オリジナルのアリスが何らかのシークレットチーフと繋がってるんだろうな。制作者の意図しなかった全くの偶然で。トリス・メギストスは最初にアリスを拾った無名魔術師でアリスの力におんぶ抱っこして超絶者になった。マリアは自分でもビダートリと同じようにアリスから与えられた力を扱いきれなくてカスタマイズした結果が自分の術式だし、あいつらの魔術は全部アリスの魔術から一個借り手でチューンしたものだから同じことはアリスなら全部できる。詳細知らないアレイスターたちが憶測で語ってるのは創薬7巻で創薬8巻ではアンナたちが答え合わせしてる構成。アンナが端掛け超絶者はシークレット由来の術式を使っている。シークレットチーフと繋がってると言ってて、アラディアも人域離脱がシークレット由来の術式を使うためのものと言ってる。当事者たちが言ってるんだからシークレットチーフと繋がってパワーを得てるのは確定でいい。その上で創薬10巻で端掛けの超絶者ともにはそんなこと自力でできる技量はなくてアリスに依存してるという話が出た。だから2つ合わせると大元のアリスのパワーソースも何かしらのシークレットチーフなんじゃないかって話でしょ。誰もアリスにおんぶに抱っこなことは否定してない。なんなら代わりにアンナに乗り換えるのも可能。アレイスターとキングスフォードの推測によれば自称師匠の誰かが偶然変なもの作ってしまったんでしょ。だからマジックとかの要素が入ってくる。そもそも由来がそれって言うならシークレットチーフはエイワスってことになる。シークレットチーフがエイワス由来だとしたらアレイスターとアンナのどっちかしか超絶者になれないって言われなくね。オティヌスも超絶者たちはアリスをオープンソースとカンパしつつもそのアリスについては正体不明扱いしてるね。完全に偶然だからなんでああなったのか誰にもわからないままよ。わかってるのはアンナ曰く真相術が規格外の精度で完成してる存在という結果だけ。エイワスと断言されたわけでもないから別なシークレットチーフが召喚されて材料になった可能性だってあるし何もわからない。そもそも存在しない方が矛盾がないと思うがね。謎のシークレットチーフが存在してアリスを介して繋がってるとしても。じゃああんなに切り替えた時そのシークレットチーフと繋がってるのって話になるし、あんなに切り替えたらその時はパワーソースがエイワスになるだけでは、こっちははっきりエイワスで底上げしてると言ってる。少なくとも端掛け超絶者であるアラディア本人が人域離脱でシークレットチーフって言ってるから誰かしら存在はしないと矛盾する。エイワスかもしれないしアリス自身がシークレットチーフになってるのかもしれないし別の誰かもしれないが、個人的には虚構と現実がねじれてるって言われてるアリス自身がシークレットチーフってのがすっきりするな。オティヌスがヒゲオーディン乗っ取ってるみたいな感じ。量産型はアリス自体をシークレットチーフにしてるんじゃないか？今回の動画は以上です。
ご視聴ありがとうございました。